IBM フェローは IBM の CEO により任命される IBM における役職である。通常 IBM フェローは毎年5月または6月に4から9名が任命される。IBM フェローは IBM に所属する技術系社員に与えられる最高の栄誉である。IBM フェローのドナギ・レンウェルガー IBM のフェロー制度は1962年に トーマス・ J ・ワトソン・ジュニアによって、同社の最も優れた技術専門家の創造性を促進するために創設された。最初の任命は1963年に行われた。任命の基準は厳しく、当人の最も重要な技術的業績のみが考慮される。また、それまでの並外れた業績に加えて、継続的に貢献できる可能性を持っていることも考慮される。 初代 IBM フェローに任命されたフランシスイ・ハミルトンは1963年に IBM650 の開発に携わったことなどが評価されたと考えられている。1989年にはフランアレンが女性初の IBM フェローとなった。IBM フェローにはその専門分野のプロジェクトを遂行するための幅広い裁量が与えられる。2020年現在で IBM フェローの称号を得たのは317名で、そのうち現役の IBM 社員は102名である。IBM フェローが取得した特許は9000件以上、ノーベル賞は5件、チューリング賞は5件である。科学雑誌に大量の論文が発表され、政府や専門家から多数引用されている。Wikipedia に記事のある IBM フェローについてはカテゴリー IBM フェローを参照。ありがとうございます。